第36回の格付けは、はい、めぐさん初参加で、はい、初参加 で、はい、初参加で、ゼリー編をやりました。桃のゼリーでやりました。難しかったっていう人、俺もまあ若干難しかったかな。今回ですね、唯一ですね、勝ってる、片方しか食べない人がいました。片方しか食べないで、もういい、Bはいらないという人がいました。それそのとおり。マジかよ。マジかよ。上田よしお、もう十分でしょ。嘘だ。嘘。外した。外し違うよ。今回はその桃の部分は食べない、ゼリーの部分だけだったでしょ。しかも少なかったでしょ。少な。少なすぎてちょっとすげえ分かりづらかったとは思いますが、予想通りですね、答えはだいぶ割れております。今回は9人でやりまして、はい、4号に割れてます。それはかっこいいよ。なるほど。4号に割れてます。かっこいいよ。じゃあ早速割っていきましょうか。早速。じゃあこっちに。じゃあ向こうに5にしましょうか。あ、そっか、どっちかも分かんない。向こうに5にしましょう。じゃあ絶対の自信を持つよしかどうか分かんない。でも向こうは5でしょ。向こうは5です。5ですから、僕よし。大変なんだな、この男。誠司君。うわー、5でしょ。5です、5です。あと2人ですね。羽鳥さん。イエーイ。やばい、まずい、まずいな。めぐさん。結構難しいんだよな今回。正解だとちょっとまくるの。そうですね。今ですね、実は、わさりさん、羽鳥さん、上田さんがですね、実はパーセンテージ的にすげえギュッとなんか、実はわさりさん、連敗が続いてですね、続いてるね。はい、まあ、佐藤さんもめちゃめちゃ連敗続いてるんですけど、という感じです、になりました。抜くかもしれないの、わさりは。そうですね。マジですか。あの、上田さんがまくるかもしれない。え、これじゃなくて、前回ないから。上田さん、前回いなかったから、あ、そっか。2人はですね、0.6% ぐらいしか違いないんですよ。というわけで、じゃあ答え合わせしましょう。はい、はい、じゃあジャッジしてください。これは自信ない。いや、これ自信ない。これ自信めっちゃあるでしょ。これめっちゃある。全然違うもん。めっちゃ、だって全然違う。全然違う。全然違う。打ってないのに。うるせえよ。うるせえよ。間違え。うるせえんだよ。じゃあ、ももさん、ここちょっと違う。ちょっと取ってみて。あ、ここ取ります。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ正解は A か B かですね。はい、正解はA でした。ええ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 もう田代さん以外バカにされてますよ。バカにされてます。景色扱いだね。いや、これは結構ね、あれでしたけど、まあだって高そうだもん。これですよ。いや、全然違いましたよ、これマジで。全然違った。ちょっとね、違いはあったけど、ちょっと難か、まあちょっと若干難しい。少なくて難しかった。もうちょっと食べればあれがなったかもしれないですけど。なんでわかった。だってもう全然違ったもん、最初。だって全然違って、企画最初は売ってないんだよ。だから A 食べた瞬間ね、こんなうまいのはコンビニ売ってねえっつって。おー、かっこいい。すごい。もう捨てゼリーも入って。でもね、結構 A が甘すぎてわざとらしいっていう意見も結構多かったりとかですね、したんですけど、まあでもちょっと、まあこういう結果になりました。じゃあ、キング、一言じゃ締めていただいて、最後に締めましょう、それで。面白いことで、暫定1位、めぐさんが100%。じゃあまた機会があったら参加していただくということでお願いいたします。というわけで36回の格付けはこういうことで終わりましょう。はい、どうもありがとうございました。